いつまでもこんなとこにいるわけにはいかない。何か手を考えなきゃ。焦ってもいいことないよ、少年。木は寝て待てってね。彼方、誰か来るわ。出ろ、ドラッド。王がお前たちを呼びだ。王様が？私の許可なく口を開くな。薄汚い咎人め。汚れた咎人が私の前に姿を晒すこと自体、本来ありえないことだと理解しろ。今すぐその体を引き裂いてやりたいところだが、それを免れている理由は一つ。教えろ。罪の国の在処を。知りません。あなたはそれを知ってどうするつもりですか？あなた、口を開くなと言ったはずだぞ、トガ人。アリカを教えろというのは正確ではなかったな。知りたいのは生き方だ。妖豪の森でトガ人を目撃したという者が何人かいる。ならば場所はその付近のはず。しかしどう目を凝らして探しても見つからぬのだ。汚らわしいトガ人どもが集う罪の国がな。答えよ。罪の国にはどうすればたどり着ける？まあいい。貴様らを連れて妖豪の森に行けばわかることだ。だがどちらか一人で十分だな。おい、娘の方。トガ人の分際で私を見下したようなその目が気に食わん。殺せ。やめろ！なんだ、何事だ。今のうちに、喰らえ。うわ、貴様何を。行こう、ミズラ。うん。そやつらを逃がすな。王様避難を、こちらへ。ジェイ、何だったんだろう、さっきの衝撃。カナタ、今は逃げることに集中して。分かってる。いたぞ、トガ人だ。逃げ切れない。だったら突破するだけだ。切り開いてみせる。